プラサンササ株式会社として法人化され、旧称はプラサンササ株式会社であるプラサンはイスラエルを本拠地とする自動車メーカーである。1985年に設立されたプラサンササは特注の車両走行システムやシャシーアップアーマーの設計、軽量軍用戦術トラックや走行兵員輸送車、固定翼機や回転翼機、商用車用の増加走行キットの開発、 製造、組み立てを行っていて、個人保護走行の主要な供給者である。プラさんは、イスラエル北部にある100世帯ほどの農村共同体、笹100%所有する非公開企業である。米国で650人、フランスで180人を含む1300人の従業員が働いている。プラさんの走行は、米軍のエムラッペ車両に広く使われている。 中イスラエル米国大使のダンシャピロは、プラさんの走行は数え切れないほどのアメリカ人の命を救ってきたと述べた。また、世界中の警察や国境警備隊にも販売している。サンパウロの憲兵用に作られた特殊車両は24人の戦闘員を輸送でき、日中及び夜間の視覚システムを装備しており、ブラジルでのオリンピックで使用された。ササの技術革新には、 マックスプロ、エンラッペ、MATV 車両の人員と装備を保護するための車両キャビン、シャシー、V 字型車体キットが含まれている。プラサンは以前はバーモントコンポジッツの車両部門だったバーモント州にある自動車用複合材製造施設を持っている。プラサンカーボンはシボレイコルベット Z06 のカーボンファイバーフェンダー、 および2009年型 ZR-1 のボンネット、フェンダー、ルーフ、リアヘッダー、下部のロッカーモールディングとフロントスプリッターを製造している。また、プラさんは2008年型バイパー SRT-10ACR のリアスポイラー、フロントスプリッター、フロントダイブプレーンも成形している。また、過去には2008年型フォードシェルビー GT500、KR のスプリッター、 フードアッセンブリー、ミラーキャップも制作している。2017年5月、プラサンササと同社 CEO のダニジブは、米国防産業協会のレッドボールエクスプレス賞を受賞した。同社は、ムアの戦術装輪車両部門から表彰された。プルさんによって、設計、製造された、走行車体を持つ車両。ありがとうございます。